はい、どうもこんにちは、裏切りマンキーコングです。ようこそヤグラザップチャンネルへ。いやもう全部それでいくじゃん。じゃあていうか、まあ、タルコフは変わったけど文言はいや、まだこれもそのうちウェルカムトゥヤグラザップチャンネルになる。いや、じゃあ最初ので固めてほしいわ。ようこそなんちゃらの世界へだけをやってほしい。つき始めですよ。つき始めですか。2月です。ここ2月に入りました。はい、ございますけども、はい、はい、まあ、2月もヤグラザップしっかり楽しんでるという、うん、はい、部分でございますけども、ステージも変わりましたし。そうだね、うん、そう、やっぱ結構ね、この最初のあの1週間ぐらいがすごいこうワクワクするね。そうだね、全然ステージ違うってなって、うん、はい、今回来てる、じゃあステージもヤグラザップでヤグラお願いします、うん、はい、はい、ガンガゼ、はい、さあガンガゼヤグラ、うん、張り切って参りましょう。はい、こちら。あ、なるほど。おー、なんか、ちょっと重めですね。まあ、まあ、言うてでも、ドンブラもネクロだし、ノーチラスも、意外と中衛前線より。でございますよ。さあ、ハイドラが、お互い、見てるな、ちょっと怖いね。おっと。ちょっと来ました、ナイス。さあ、あそこが開いたら、こっち側。この相手左高台。入られると厄介ですが。お、ここはどうにか戻ってきております。さあ、ナイス玉余計の、このハイドラ。お、でも、相打ち上等。なぜなら、全落ち。いいですね。さあ、進み始めますよ。飛べねえな、俺。さあ、前線目にいるんですが、飛んでみましょう。お、どうにか。危ないな、相手うまかった。タイミングが。ボブのタイミングがずれて、どうにか生き残り。さあ、ここで、あ、身を使って、いられたくない場所までゴー。さあ、これは、後衛を、無効か。そして、入ってこようとする前衛も、しっかり戦って、さあ、このままこれはノックアウトコースか？ノックアウト決めちゃうコース、決めちゃうコース、いいですよ。プレミアム、契約、してるような、して、ないよなぁ。いいねー。あそこの網入った時の、お、これ行くなぁ感、いいね。あそこ入んないとね。うん。あそこ入ったら、あ、ほら行った。なる。うん。でも逆に言うと、あそこに入るっていう、その目的で動かないと結構難しいね。まあそうだね。うん。はい、ガンガゼ。はい！さあ、ガンガゼヤグラ。うん。裏の方やってまいりました。さあ、先生、お、クラブラ。うん。そして、あ、クラブラブラ。さあ、相手は、クラスター2つ。どっちも、短距離クラスター。さあ、これはね、ちょっと、どういった動きになるのか、気になりますが、うっ、これ、プレッシャー飛ぶかな、で、プレッシャーが、うん、外してくれた、危ない。いやー、かーさはきつい。ああ、いや、今の外さなきゃやれてたな。いやー、これはね、相手のいい爪と、何より、当てる回数が大事ですね。さあ、まあ第一関門は意外と抜けやすいのがこのガンガゼなので、あ、でも2落ち、3落ちんで、ジェットスイーパー帰った。さあ、で戻っていきます。さあ、戻ってきて、ナイスですよ。お、さあ、やられてしまってはいるが、この位置キープしてるのはでかいよ。さあ、ナイス。ナイス。これでかい。これでかい。さあ、一旦戻って、先導。矢倉の位置を、しっかり、前へ前へと、進めております。相手のね、ボムの動き、なんか、傘気持ち悪かったね。
ここは、やりに来たね。棒を煮やしてやりに来てたけども。さあ、だが、ラスト、しっかり倒して。ブラブラか。さあ、ブラブラ戻ってきたのも、やってくれてる。いやー、やはりこの、全然の暴れいいですね。さあ、これは第3問行ってしまうんじゃないよね。あ、ノックアウトなんだよね。さあ、ノックアウトが、まあ、もう前で、ドタバタしてますよ。ああ。いいね。すごいんだから。仕事してる、仕事してる。ああ。ナイスだ。いや、もう、すごい眺め。ナイスでーす。素晴らしいね。素晴らしい。うん。ヤグラの勝ち方、ひいてはガンガゼの勝ち方を知ってる人ってね、うん。素晴らしい。まあでも、突き詰めちゃえばあれが最強手段だもんね。これしないと進みづらすぎるんだよね、このマップ。あ、なるほどね。うん。多いのか、行ける場所が。うん。エントリーが。はい、ザト。はい。さあ、ザトの方でヤグラやってまいりましょう。うん、さあ、こちらの方での、はい。お、ザト2つ。あ、いた1つ。さあ、そして、何よりこの短め編成。だいぶ殴り合いが、見れそうな、いい戦いでございますね。あら、いいじゃない ?2 枚。まず1人やっちゃって、塗っちゃって。で、太陽、かまして。あー、2枚落ちる。さあ、しかし真ん中やられて、さあ、クラブラの後ろちょっとすいませんして。いやー、止めなかった。ここはグイッと横断したけども、まずはお、ナイスですね。相手が1本リード。さあ関門到着したが、まあまあまあここは止めていくでしょうというところですが、さあ11交換やられた場所が大事。お、あ、降りてる。あ、ナイス。ボンチャーが気をつけてバッタリーがいるのでね。まあ、ビーコンにもちょっと気を配りながら戦わなければならない。さあ、当ててはいるんだが、この位置怖いが、さあ、一旦ぐるっと回って。どれが生き延びる。ナイスですよ。さあ、ここは、しっかり抑え込みたいところ。左に1枚いるんだよ。打って、いそうなところにしっかりクリアリング。さあ、甘はげを左側やられたマーク。どこいる？あれ？下がった？あ、下がった。さあ、下がっていますね。いかにはマジで遠くからだと見えない。このね、やっぱこの距離を保つスクスロベッチ強いね。さあ、一旦止められてはいますが、まあ、ただ関門も越えていれば第2関門もちょこちょこ進めているので、まあ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 、今はまだここは怖くはないですが、もちろん、もちろん相手にチャンスは転がっております。さあ、ここはどうにかスルッと入って、お、いいね、いいボムだね。炭酸。どうなってるんだよ、これ。いつの間にか。さあ、いつの間にか転がってはきますが。下がって。さあ、いいですよ。回ってきて、さあ、ここは、一旦このリードを。返さねばならないというタイミング。さあ、抜き抜きで、アーマーを吐きの、投げの周りの、そして、あ、いいですよ。さあ、ぐーっと行って、回って左行って、
つなげていく。炭酸も飛んでくる。さあですが、ここは残り1分20秒切って、そろそろ、詰めるタイミングを、カチッと固めたい。そう。いや、正面高入るな。うんだが、降りてきている。チャンストライ。ナイス。さあ、手前側見えている。やってる。さあ、やって。これはいい。あんまりいいんだよな、あそこ。さあ、ここは、まず減らしてからというところでしょうか。いやー、それ乗ると無理。少し減らしてから行きたいところ。さあ、に落ち。何回同じのやんだよ。そこす。食い止め。何回同じの。ああ、でも、リードして。さあ、残り25秒の時点でリード。これはでも、でかい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 。ナイス、もう。ああ、危ない。いいねー。あそこね、高台取ってない状態でビアグラ飲んのはスペシャル氷をさないとちょっと進まないよ、ね。ここはかなりちょっとこう気合だけで行こうとしたのが見えましたけど、行くのは 運ゲーだからね。うん、気合が通ってよかったなと。そういうところでございますね。まずいね。さあでも安心はできません。まあでも関門突破したのはだいぶ安心要素あるけども。さあ、登ってますね。あれが一番いい位置だが。さあ、ボムって、乗って、素晴らしい。危ない危ない。危なかったね。さあ、せめぎ合いはありましたけども、どうにか。バリーで取って、勝利でございますね。佐藤もね、あそこの左のやっぱ、矢倉からピョンって乗るっていうのが、あそこミソっすね。あそこの潜伏強いね。うん、はい、佐藤。はい。さあ行きましょうか。うん。佐藤役でございますね。さあ、こちらの方の、なるほど。さあ、ロラロラ。はい。ロラロラですね、相手は。さあ、ロラロラは、ガンガン巻いて。なんか、ピシッと当たった気がしたけど。一瞬下がった可能性もありますね。さあ、カーリング。いいね。いいチャージャーだね。さあ、いいチャージャーは守ってあげたい。いいチャージャーであるならば、守って守って、ずっといいマジャーでいってもらう。負けないね、これ。これ抜くんだ。カバー力、そして、普通のチャージャー力が見えてきた。あ、下がった。さあ、こうなりますと、そうなんですよ。ねえ。ヤグラで戦いやすい感じはしますが、自己要因ではある。さあ乗ってしまった。相手戦いづらいね、もうこうなると。ナイスですよ。さあ下がっているが、まあまあ入っていくは無理しない。さあ、おっ、今日やるね。ガッターが。ナイス、ナイス。ドバドバと、いい音がしております。さあ、残り時間を全然削らずに、もう第二関門まで行っちゃいましたね。ここは相当いい有利でございますけども、さあ、ナイス玉も避けちゃって、おーっと、なんかいる。なんかいるけど、なんかもしっかり倒す。さあ、後ろも返り討ちして。あとは、プライムちゃん。まあね、一応この編成の中では、プライムが一番脅威となり得る射程を持っているが、さあですが、ここは左側を抑え込んでやって、やって、この辺ローラー潜伏してるけど、ローラーの潜伏もカンパしてますね。一回ヤグラ、これね、ヤグラ戻して、そこ乗って、乗って、そう、はいはいはい、で、どうぞってしてあげるのだ、これ。そう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 、はい、ヤグラ乗っていいよって。結構責任重大なんだね、ここに登る人は。重大、この、ナイスですね、ここ。
まあ止めに行く場所に行けないんだもんね。うん、そう止める場所も立てない。あら、あら、でも3。そういうことよ。まず。これは、そのなんかメカニズムね、前にも話したけど、うん、そのラインの1個先を、のラインを押さえてあげるっていうね。これ、ヤグラがいるライン。ああ、でも、さあ4落ち。さあ、ここ相手は、魂止めてきましたね。魂ネーションで。お !2 発なんかいる。下がったか、わからない。うわー、勝負仕掛けてきたかー。あっと、あれねー、エイム。エイムね、外したな。かけ切りが、当たればでも怖かった。うん、あー、ごめん。あー、さあ。ここは、スーパー着地刺さって。プレッサーダメ、もう入ったね。さあ、残り1分20秒の時点で、もうプレッサー持ってますので、どうぞいつでも第一関門来ちゃえばって話でございますね。はい。やべ、わーっと、打つが、ジャンプしちゃった。で、いいタイミングでジャンプをしてしまう。スプラッシュボムは、間に合ってしまいますね。プレッサーターンでキルが入んないと、相手クソチャンスになりますね。もしもしもし。この位置ローラーにやられる。あら、第1カンボ上げていいかな。お、第2で止める。うん、そう、第2で止める際にいるのは後ろ。全員前出たで、残ったのはローラー。今のは面白い映像だったな。今のアベンジャーズみたいだった。みんなです。いや、あれ大事なんだけど、全員やると乗る人いなくなっちゃう。そうだね、乗る人いないし、右ががら空きになっちゃうからね。うんうん、難しい塩梅ですね。だ、みんな意識高かったね。意識高い人が集まると決してただただいいわけではないと。ああ、すごい、しっかり止めて。いやー、もう相手もいないので、ああもうカチッと。まあ相手もちょっと構成もきつかったね、これは。うん、ローラー2つはね、うん、まあ、だからこそだろうね。最後もうここで俺があそこ押さえるしかないが全員落ちたと。まあでもそれが大事と。わかりやすいね。うん、素晴らしい。はい、ガンガゼ野外音楽堂にて、キャルシュ。はい、聞きましょうか。はーい。今日の集大成を集中して見せる試合、それが今日の週。今回は、こちらのザップヤグラ、やってまいりましょう。さあ、こちらの、編成的には、まあ、後衛もいれば、ロンブラもね、結構頼りになる止め要因でございますが、いやー、これ乱れてるかな。さあ、これ大事なのは、ヒステントザップの、インクアーマー。いや、これやんなきゃダメだ。おー、全然。おー、危ねえ。意地でござるよ。あ、意地でございました。意地でござる。意地でござるよ。あれ、どこ行った。ああ、もうね、目が見えてないんだよ、ほんとに。あ、もう。マッキーのブチャラティーだよ。いいよ。身が入って。そこね、高台やってないと。そうだよ。あ、でも、おぉー。割れる。おぉー。あー、いいですね。よく無事。さあ、網乗っちゃって。これは、シューも決まりか、これも。これだいぶこれ相手足に来てるよ。あー、これは、まさか決めてんのか、これ。裏か。あ、裏だ。でも、裏に1枚ってことは。え、その、急にいなくなるの。ああ、もう。さあ、どうにかでも、矢倉は維持。あー、しかし、それは、やばそう。いってるか。いってる。ああ。ただ、左側キープできるのいいですね。うん、ここがキープできれば、矢倉も、止まり続けます。そこに。ヤグラに乗らない限りは無茶する必要ないので、ヤグラが先ですね。さあ、でも奪っているが、あ、だが、ここは、実戦さん、無理せず下がってナイスですよ。あー、惜しい。いいね、さあ、ただ、一発、一撃、銃。なんかいる。これはもうね。いた。ありがとう。ああ。打ちやすい高さに。
銃を捨てて殴りに来たね。さあ、そしてグーッ、ダサ、危ない。いや、なんだこれ。あーあった、なんで使うか、ちょっとだけ塗られたか。さあもう入ります。さあこの距離の打ち合いは連動だ、連動が大事だ。お互いの浮き絵の相打ち。まあでもこの前の相打ちは得ですね。アドバンテージちょい上。さあ飛んで、ああプレッサーされていますが、しっかり乗っていいですよ。ローラーがそこにいる、ここの上上がるから、見えてる位置に上がっていく、うん、ここにいる。あ、そっちか。左側に行ったのが見えたり見えなかったりするか。さあ戻って、さあここでペシ一発。うん、うん、いやー馬車が上から。まあでもこのローラーはきついね。うん、あのローラーきついね、うん、これはね、右からのバカな、戦いづらいですね。ナイス。いいですね、ガンガゼのノックアウト率の高さ。そうだね、これはいいですね。それだけ、まあ、逆に言うとあれされた時のね、返しが本当大変なんですね。そうなんだよね、ザップだと返せないんだよな、あれ。なるほど、やったもん勝ちですね。はい、というわけで、はい、ザップ、まあ、2月も好調なんじゃないですか。うん、うん、まあ楽しんでいくよ、うん、この武器でこの中今来てるステージでね、それこそカーボンだったりとか、まあちょっとボールドもちょっとなみたいっていうのもありますけども、うん、あ、そう、なんかねコメントでね結構この武器使ってほしいっていうのがあって、あ、本当、それちょっとまたまとめたから、うんうん、うん、ちょっとね次の動画はそれにしようかな、ね、あ、いいですね、うん、あのコメントの方にね、あのコメント読んでくれてたんですねみたいなのが来てましたけど、俺しか読んでないですけど読んでますよ。私も、私もちゃんと スマホで読んでますから、はい、本当にビーコンのこと言ったの俺じゃんだってあのビーコン生やした方がいいよって言われてたよ。あ、じゃあいいねボタンつけりゃいいじゃん、あのハートの。俺ちょいちょいつけてるよ。ああ、だってあれでも俺のアカウントで見てるから。ああ、そうなんだ。そうそうそう、あ、そっかそっか、そうそう、個人チャンネルので見てる。いや、はい、あの共有ので見てください。あ、わかりました、ハートつけれるから、はい、うん、あ、じゃあつけちゃって、つけちゃって、つけてつけていい、はい、ぜひぜひ皆さんからコメントもね、あのお待ちしてますのでよろしくお願いします、はい、というわけでまたお会いしましょう。さよなら。はい、さよなら。チャンネル登録お願いします。